ゆきです。アンです。ゆきてなところです。ようこそおいでませ。コスプレイヤーの言う地雷って何？ダンダンダン。今日はコスプレイヤーがよく言う地雷という言葉についてお話ししていきたいと思います。今から地雷という言葉を説明するんですけれども、もうただただこういうことがあるよっていう事実だけを述べていくので、お手柔らかにお願いいたします。では早速始めましょう。ドカーン。地雷という言葉をね、ご存知ない方もいらっしゃると思いますので説明いたします。はい。コスプレイヤーはですね、よく〇〇が地雷っていうような言い方をすると思うんですけど、これどういう意味ですかって思ってる方いると思います。これはですね、〇〇のことがあんまり好きじゃないよ、苦手だよ、うんうん、そう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 もっと激しい言い方をすると、〇〇のことを見たくないぐらい嫌い結構いく、うん、まあでも本当にこっちぐらい、みんなとっても嫌だよの意で地雷という言葉を使っております。で、地雷というのは人それぞれですので、かなり多種多様なジャンルございます。そしてコスプレイヤーは特に地雷が多い。ここテストに出ますコスプレイヤーは地雷が多い。よく言えましたコスプレイヤーはね、コスプレをするオタクなんです。オタクなんですね、大事なポイント。コスプレという活動を通して自分のオタクの解釈をぶつけてる人たちが多いから、自分のこの考えだったりね、この主張がある人が多いんですね。愛が深かったり解釈が深いオタクたちがコスプレイヤーなので、解釈違いみたいなものが起きて、それが地雷になりうると、そういうシステムですね。そうだね。解釈違いはね、もうちょっとマイルドですね、うん、ちょっと私と違うな、でも別に見てても不快にはならんみたいな、あなたと私は違うだけが解釈違い地雷になると、これがあなたと私は違う、だからあなたは嫌い、見たくない、そうってなるってなるということを踏まえて、具体的にどんなことがコスプレイヤーの地雷になりうるのか、よくある例を紹介していきます。あくまで人それぞれ好みの話になってくるので、あんまり深く考えすぎないようにだけお願いします。具体例1、捏造衣装。公式にはない衣装を自分で考えてコスプレをするのを捏造衣装って言いますね。これが嫌っていう人がいます。捏造衣装するのがダメっていうわけじゃなくて、捏造衣装好き嫌い結構分かれますよっていうことを知っておいてください。世界観とかけ離れた衣装っていうのが特に地雷になりやすい。学ランとか。ああ、はいはいはい。あ、学パロ、うんうんうん、ある待って、あるで、江戸時代のキャラなのに制服みたいな。ある学パロ、ある学パロじゃん次、男キャラの女装、女キャラの男装。キャラクターが男性なのに女の子の服を着る、もしくはキャラクターが女の子なのに男の子の服を着る、これが公式の設定に全くないのにその衣装を着たコスプレをするということ、これが地雷な方がいます。わかりやすいですね、うん、地雷な方が非常に多いと思います。これハイヒール履くとかね、うわちょっと待って、男キャラのコスプレでハイヒール履いてるとか、ハイヒールメイドバニー、うわ気をつけてみんな、この3点気をつけてダメな人めっちゃいるから。もうだってバニーなんか公式でやってくれた日にはウハウハだからみんな喜んじゃってんだから、そうそうそう、苦手な人もいるかもなっていう頭を踏まえて写真をあげた方がいいと思うね。カップリング、 A と B というキャラクターが恋人同士っていう設定、これをカップリングと言いますね。こういう写真をあげることね、さらに言うとここのカップリング要素がかなり濃い内容の写真に関しては地雷な方がいる時がありますので気をつけてください。男女のイチャイチャがさ、見たくないっていう人がそもそもいるよね。男女のっていうか、なんていうの、難しい男女とは限らん、うん、男女とは限らんけど、うん、A と B っていうキャラを組み合わせて恋人同士として撮影するときにイチャイチャしてる写真がダメだよっていう人がいる。ネイル、ピアス、ネイルまたはピアスをつけたままコスプレをする、でその写真をあげる、これが地雷な方多いです。まあ、そのキャラネイルしないじゃん、そのキャラピアスしないじゃんっていう、そういう解釈なのかな、うん、コスプレのクオリティが低いって思う人もいるし、全然寄せ切れてないじゃんっていう人もいるし、キャラクターはこんなことしないのになんかつけたままなんだみたいな人もいると思う、うんうんうん、ちょっとここ、あ、ダメだ私が地雷
自我を出しちゃった。男性の女装もしくは女性の男装、これはですねコスプレイヤー自身が男性で女装をする場合、もしくはコスプレイヤー自身が女性で男装をする場合、この行為自体が地雷ですという方がいます。そうね、本来の性別と違うからなんか体格とかがなんか再現しきれてないじゃないかみたいな。てかまあそもそも性別が再現できてないっていうことだよね。まあそうだね、性別がそれだ、うん、まあでもこれに関してはもう避けようがないことなので、まあ、そういう方もいるよっていうことだけ知っとくことは大切ですね、うんうん、幼少期の女の子または男の子のコスプレを大人がやること、うん、分かりづらい。なんて言ったらいいの、ロリショタをそうやって言ったのよ、うん、大人じゃない子、子供子供か、子供のコスプレを大人がやるってことだね。まあだから要するに子供再現できてないじゃないですか。身長がさ90センチぐらいなのに大人がやったら160、50になっちゃうから再現しきれてないじゃないかってなるんですね。しょうがない、やりたいんだもん。自我を出すな。ああ自我を出すな。ユニバでコスプレユニバーサルスタジオジャパンというテーマパークがこのようにございましてですね、大阪にあるんですけれども、そちらのテーマパークでは公式でコスプレが OK というふうに記載されております。これに対してコスプレイヤーはコスプレをした状態でテーマパークに遊びに行くという、そういう遊びを開発したのです。こちらの遊び、一定のコスプレイヤーが楽しんでいるわけなんですけれども、これが非常に地雷だというコスプレイヤーと、全然楽しいじゃんというコスプレイヤー、世界は二分化されてしまった。はぁ、あ、どうなってしまうの、ユニバーサルスタジオジャパンの地球苦くなっちゃう。なんでね、なんで二分化されちゃうから。かなり好き嫌いが分かれるところですね、これはね。はい、はい、議題に上がるよね。もう年中上がってる、うん、日々行った人がいれば地雷ですっていう人が出てくる。そうそう、行く人の数だけ地雷の人が出てくるから、そうだよっていうことを知っといてください。擬人化コスプレ猫ちゃんとか犬とか人ではないものね。そう、ジュースとか人以外のものを人に起こしてコスプレをすることですね。なんでしょう、デフォルメされた、こういったねデフォルメされたような可愛いキャラクターを擬人化してコスプレありますよね。これが地雷ですという方がいらっしゃいます。この言ってることは分からないから、だってそのキャラクターを再現できてない人にしちゃってるじゃん。そりゃそう。やる場合はねちょっと苦手な人がいるんだろうなっていうことを思っといていただければ。コスプレ動画、コスプレイヤーが動いてる動画が地雷だよっていう人がいます。ヒューシャッ、完全にダイレクトクリティカルヒット。分かってます、それはもちろん存じている、知った上でやってます。そう、そういう私たちがやってることです。要するに私たちがやってるようなコスプレをした状態で動画を撮ってそれをこう世に放つという、これが地雷な方がいらっしゃいますね。苦手な理由としてはキャラっぽくない行動をしてるのが無理っていう、まあそれだけですね、うん、キャラクターの格好をした違う人がキャラクターの意思に反して動いてるわけだから、まあそれは嫌だと思う人は結構いるでしょうねっていう感じですね。にわかコスプレ、言葉が強いですけど作品に詳しくない状態でコスプレするということが地雷という方がいらっしゃいます、まあ、詳しくないの程度むずいですけどね、判断基準、うん、まあそのにわかって思う基準が人によるから、じゃあ漫画全部読んでたらにわかじゃないのかと言われると、本当に好きな人からしたら何かの何のシーン良かったよねって言って言えなかったらにわかみたいな人もいるし、それは程度によるからさじ加減ですね。まあ、でも一番多いのはやっぱ流行りジャンル、流行りジャンルのコスプレに流行りの時期に乗っかってやっているとにわかレイヤーだと言われる。流行りジャンルばっかりやってる人地雷っていう人たまにいない？いる、それはいる。まあまあまあ分からなくはない、両方双方の気持ちが分かります。流行りジャンルをやりたい気持ちも分かるし、流行りジャンルやってる人あんまり好きじゃないって人も分かるし、コスプレが地雷。オーマイガー、もう全員の上に矢が降ってきた。今見てたコスプレイヤーなるほどって言ってたのに、コスプレが地雷。全員死にました。この世にはですね、なんとコスプレ自体が地雷な人がいるんです。まあ知らないかもしれない、これからコスプレをやりたいっていう方たくさんいると思います。でもこの世にはコスプレ自体が嫌いという人がたくさんいます。おそらくコスプレイヤーの人口よりもはるかに多い。多い。それぐらい難しい趣味なんですね。はい。好き嫌いを選びます、コスプレっていうのは。ですから、
皆さんに気をつけてほしいのは、コスプレが地雷な人がいるっていうことを知った上でコスプレ活動を楽しんでいくこと、これが大事なんでね。すごい、なんかセミナー受けてる気分になってこれが大事なんですね。なんで私たちがこんなにいろんな方向に気を使って動画を撮ってるかっていうと、コスプレ自体が地雷な人がいるからなのよね。そうね。でもそうやってコスプレ自体が地雷だった人もさ、正直コスプレのもうこの上積み地雷たちわかる？今まで紹介してきた地雷の上積みを救って、うわコスプレ地雷だわって言ってる人めっちゃ多いと思うんですよ。でもでもですよ、深く掘ってみたら、あれこの辺は地雷じゃないっていう場所もあるんです、コスプレイヤーの中にはきっと。深掘りしてやっぱ地雷だったわってなる人もいるでしょうけど、まあそれはそれでいいんですけど、じゃない人がたくさんいるけどコスプレがもう地雷ですと思い込んでる人たちもいるじゃない。もったいないと思わない？そんなのもったいないよ。地雷だと思ってこう跳ねのけてしまわれないように、私たちがこう気を使ってコスプレをしていくことで友好関係を結びたいわけ。間口になれたらいいね。そう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 、コスプレが地雷な人たちがいるよっていうことを知った上でコスプレを楽しんだら、あ、何コスプレイヤーマナーいいじゃんみたいな、そういう人もいるんだ、ちょっと覗きに行ってみようって言ってキモッ覗きに行ってみようって言って覗いたら、案外面白そうってなるかもしれないじゃん。嫌いって思われないようにみんな行動できるというね。そう、全員がそういう気を使える行動ができたら、地雷って言ってた人も地雷じゃなくなるかもしれないから。コスプレイヤーが嫌われがちなところってやっぱこうマナーがねなってなかったりとか、一部の目立つ方がね良くないことをしちゃったりとか、そういう時があるからじゃない。格好が目立つからね。そうだね、そうそうそう、格好が目立つから何しても目立っちゃうんだよね、正直に。キャラクター自体が有名だともうそれだけで目立つんですよ。だから普段の自分よりも目立ってると思って行動しましょう。そういうね、気遣いができるコスプレイヤーに皆さんにはなってほしいという話です。何の話？あれ何の話か、すごい熱いというわけで、地雷いろんな、ね、具体例を紹介してきましたけれども、こういう地雷がこの世にはあるということを知っておいて、その上でコスプレを楽しむ、私がやってるコスプレというジャンルは嫌いな人もいるんだな、ちゃんと気遣いながらコスプレの写真上げていこうと、そういう風な気遣いですね。なんか写真を上げちゃダメだとかさ、コスプレが表に出るべきじゃないとか、そういう風には私も思ってなくて、嫌がる人がに対する気遣いをしてたら向こうも別にそんな嫌な気にはならないと思うからね。ごめんなさいちょっと失礼しますねって言って前通るのと、うんって行くのとだと、もう後者だと腹立つでしょ今。どうだった？やだ。やでしょ？うんうんうんって言って、やだ。この肘がガンって当たった日には、なんやコスプレイヤー非常識なやつらやなってなるけど、こうやって言ったらなんか、あ、へえ挨拶できるんだみたいになるかもしれない。そういう話をしてます私は。え、そういう話をしてた？まあ地雷がある人もいるから、みんないろんな方向に気を配りつつ楽しくコスプレをしていけたらいいですね。以上、フィフティアンドゴロでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。炎上する、ボボって言ったら炎上する。 NHK なのに。危ない危ない、ぐるぐるドッカーンで爆発した人の気持ち考えてください。謹慎でした、申し訳ございません。